映画館営業再開です。どうも、人柱系映画ブロガーのサムカです。今回は心霊喫茶エクストラの秘密、ザ・リアル・エクソシストのレビューです。はい、6月に入りまして、各所で都内もですね、映画館営業再開しているところが多くて、まあ、ようやくというところですが、まだ席座席が半分だったりとかっていうところはあるんですけども、なんとか日常を取り戻そうという方向に今進んでいるところなんですけども、僕もですね、久しぶりにちょっと映画館で映画を見てきました。その、まあ、ある意味記念すべきというところですが、営業再開して1本目に選んだ作品がですね、心霊喫茶エクストラの秘密、ザ・リアル・エクソシスト。まあ、人柱系映画ブロガーとか名乗ってるチャンネルですから、まあ、もう1本目はこういう映画にするべきだろうというふうに思ってですね、見てきました。まずこちらの映画、その大まかにどういった作品かと言いますと、幸福の科学が作った映画なんですね。で、まあ、お話としては、まあ、都内に佇む小さな喫茶店エクストラというところで働く少女さゆり、これは千貫よし子さん、清水文香さんですね、が、まあ、その喫茶店で働いているわけですけども、心霊現象だったり怪奇現象などの悩みを抱えて訪れるお客さんの相談に乗って、持ち前のですね、霊能力で解決していくと、まあ、そういったお話になっていきます。で、まあ、最終的にこの、まあ、エクソシスト VS 悪魔みたいな、ちょっとこうなんですか、本当にエクソシストですよね、みたいな戦いになっていくと、まあ、そういったお話になります。で、今回ですね、久しぶりにやりますけども、パンフレットレビューをして、作品のレビューというふうに移りたいんですけども、その前にちょっとまず前提として、お伝えしておきたいことがあるんですが、まず僕自身は幸福の科学の会員ではありません。無神論者ですし、まあ、言うなれば科学を信仰しているという考えを持っている人間なんですけども、その幸福の科学の考え方とかを別に否定するつもりもありませんし、まあ、それは本当に人それぞれの信仰の話なので、別に全然どうって話じゃないんですが、なので今回のこのエクストラに対するレビューは、あくまで僕は一本の映画として、もうフラットにですね、他の映画と一緒でフラットに見た視点で、一お客さんとして、一映画ファンとしての感想というふうになりますので、そこはご理解いただければなというふうに思います。では早速レビューの方に移りたいと思います。まずパンフレットなんですけども、ちょっと僕久々に映画のパンフレット買いました。こちらお値段は800円です。まあ、基本的に820円とかがパンフレットの相場だったりする中で、まあ、800円というパンフレットの中ではまあまあ良心的な値段かもしれないんですが、内容的にはちょっと高いかなとはちょっと思いました。まあ、内容に関しては普通にその、まあ、人物相関図だったりキャストインタビューだったりとか、まあ、スタッフのインタビューだったり、大川隆法師の、まあ、インタビューだったりとかっていうのも載ってるんですけども、まあ、このパンフレットの読みどころといえばですね、この作品内で起きる心霊現象だったり怪奇現象だったりっていうことが現実に起こりうるんですよっていう視点で書かれている、まあ、要は幸福の科学的その視点でもちろん書かれているパンフレットでもありますので、やっぱり門外観の僕からしたら、どういうその思想を持っているのかとか、そういったものをまあ歩み寄るというか、まあ、理解というかね、する上では読み物としてとても興味深いものだなというふうに思いましたので、まあ、ぜひね、この作品をご覧になった方はぜひ買ってみたらいいのかなというふうに思います。では早速作品のレビューの方に移りたいと思うんですけども、まずそもそもなんで僕がこの映画を見ようと思ったかっていうと、僕過去にですね、宇宙の法という幸福の科学が作ったアニメ映画を映画館に見に行ったことがあるんですね。で、この作品が僕公開前にものすごくフィルマークスとかのレビューが高かったんですよ。星5の人めちゃくちゃ多くって、で、大体僕ちょっと流行りに乗るのが大体遅い人間で、カメラを止めるなだったりバーフバリとかもものすごい人気になって後にようやく見るとかが多かったんです。なのでまあ、その公開前からその宇宙の方はレビューの評価がめちゃくちゃ高かったので、これってきっとものすごくその面白い映画で、公開されたら爆発的なヒットを生んでっていうことだから、これはすぐに見なきゃと思って、公開されてすぐに行ったんです。僕の先生、その幸福の科学の作品だとかそういう何の情報も持たずに行ったら、びっくりするくらいつまんなかったんですよ、この映画は。普通に面白くない映画というよりもクオリティが全体的に低いというか、で、それですごくびっくりして、で、最後にやっぱりその神様的な存在が現れて、人類はどういう風に成り立ってできたのかっていう説明、だから映画的な何かこう物語というよりは単純に説明が始まって、これってなんかその宗教ものの映画なのかなっていうふうに思ったら、最後に制作組織大川隆法さんの名前がボーンって出て、あ、これそっか、これは幸福の科学の映画なんだっていうことでよく理解して、で、なんでフィルマークスの評価が高かったかっていうと、
幸福の科学の会員さんなのか分かんないんですけど、この作品を星5にしてスコアの平均を上げるためだけに作られたアカウントっていうのがものすごい数あったんですよ。見たら、要は普段からフィルマークスを使ってる中でその作品評価するんじゃなくて、この作品の評価を上げるためだけに作られたアカウントがものすごい数あったっていう。だから僕はそれに、まあ、なんかうまい策略だなというか、それで僕実際にお金払って見に行ったわけですから、なんかそのうまい策略だなというか、やられたなというか思ったっていうのが一回あって、なので今回もまあ予告編を見てですね、ああまあこんな感じかと思いながら、まあだから一定量覚悟はした上で、この覚悟っていうのはあんまり面白くない映画なんだろうなと思いながら、そのある一定量の覚悟の上で見に行ったわけですけども、だから本当その嫌な客ですよね、申し訳ないんですけど、まあ実際見ましたと。で結果としてこの作品もそんな面白くなかったです。その面白くなかったんですけども、覚悟していたよりは見どころもたくさんあったし、あと興味深い映画でもあるなというふうに思いました。まず幸福の科学の広報映画っていうか、その宣伝も兼ねてますよというか、その強い思想を持った作品であるっていうことを隠そうともしていないところの潔さっていうんですかね。例えばその大川隆法師の著書が出てきたりとか、その著書がやっぱり絶対的なその正しいものとして出てくるので、それを主人公たちが読んで勉強して霊能力を手に入れていくとか、そういったその非会員である僕のその門外観から見たら、ある意味その潔いというか、それでちゃんとこう一貫性のある作品、世界観が一貫しているので、それはそういう意味ではすごく興味深いし、まあ、そこは面白いところなのかなというふうに思いました。だからそういうものとして受け入れて見ていけば楽しめるところもたくさんあったかなと。であと普通に、まあ、幽霊が出てきたりとかするんです。ホラー映画的描写が出てくるんで、そういう意味ではすごく心霊描写とかもナチュラルに怖かったですね。うわ怖って思う瞬間もたくさんありました。でやっぱりクライマックスはですね、映画内でもタイトルとして出てくるエクソシスト、まあ映画のエクソシストですよ、名作のエクソシスト、まあまあそのエクソシストよろしく悪魔に乗っ取られた女性がベッドの上でうわーうわーってなるっていうね描写があったりとかして、そういうところはすごくワクワクしますし、凶悪な悪魔と対峙するってなったら、主人公のそのさゆりさんっていう、その千賀芳子さん演じるさゆりさんというエクソシストがですね、こう和服にこう巫女さんみたいな格好にこう身を包んでいく、まあアニメ版の地獄少女の出動シーンみたいな感じですよ。こう着替えていく、まあそこも結構こうテンションも上がりますし、ちゃんとこうクライマックスって感じがしますよね。はい。でこうついに悪魔と対峙ってなった時に、悪魔がですね、まあちょっとこう特撮ヒーローものの敵というか、実写版デビルマンの敵みたいな感じでこう特殊メイクっていうかね、こうして出てきたりとかで、ちょっとアクションがあったりとか、なんかそういうところも悪魔払いものというかエクソシストものとして、ちゃんと見せ場というかビジュアル的な面白さもちゃんとあんのかなというふうに思いました。っていういい部分ももちろんありながらなんですけども、ちょっとここから、普通に僕は何度も言いますけど、普通に映画ファンとして映画好きとして見て、やっぱりですね、全体的にクオリティが低いですね、映画一本の映画としての。というのもやっぱりそのやっぱり脚本だと思うんです。まずもう一番ここどうなのって思うのが、主人公がピンチにならないんですよ。その清水文香さん、千賀芳子さん演じるさゆりっていう主人公が基本的にピンチにはなりません。大体映画っていうのはクライマックス手前で一度戦って敵に負けて、そこから何かこう学んでクライマックスでは勝つっていう、やっぱこう波があるから面白いんであって、なんか全然その主人公はピンチにならないっていうところで、その起伏、物語的起伏が皆無っていうところがあります。あとはお話運びのテンポがむちゃくちゃ悪かったですね。まずなんでこんなテンポが悪いのかなっていうと、その中盤ぐらいまでお話がどこに進むかっていうゴールが全く見えないんですね。例えばバックトゥザフューチャーだったら、主人公が過去にタイムスリップしたことで、まず大きな目標として過去に戻ったんだから現在に戻るっていうのが最終的目標として出てくるなと。でその中で過去の中では、まあ自分の両親が結婚しないと自分が生まれないから結婚させようっていう目的があるじゃないですか。まず一番の目的は現代に戻る、その前にまず両親を結婚させるっていう明確な目標、背骨が一本通っていることで、それに至るまでのいろんな作劇が面白かったりするわけですよね。でお客さんはこうなったらこの話は終わるんだっていうのが分かっているから、そこのゴールに向かって、でもこれじゃあそのゴールに向かえなくないとかっていうハラハラドキドキが生まれていくっていう、まあ基本構造、映画としての基本構造があるわけですけども、この作品ではただ単にブツ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 とパーツとしての悩みが来て解決、悩みが来て解決で、この解決も
例えばね、まずオープニングで世界観を表現するための、まあ、一個悩みを解決します。で次に、作品として、準主役にあたるイサム君っていう男の子との出会いを描くための悩みを解決するシーンがある。ここまではいいんですけど、こっから先が大して別にその大きな物語を生む悩みってわけじゃん。それもやっぱりブツブツブツってなるんです。しかもここももっと何ですか、テンポよくね、こんな悩みも解決しましたってダイジェストに見せるのかと思ったら、なんか割と 2,3 分で解決するものもあれば、割と時間もかけて解決するものもあったりっていう、作品的にやっぱりリズムテンポがむちゃくちゃ悪いんですね。だしこの話はどこに向かってるのかもよくわからないしっていう。でようやく中盤ぐらいから、あ、これが要するにクライマックスに行くものなんだなっていうものは見えてくるんですけども、本当にそれに至るまでがテンポ悪い。で割とその前半に学校、まあ、女子高生が心霊現象に遭うっていう、まあ、事件が起こるわけですね。で僕はそれ見てて、あ、この学校での心霊現象が作品のやっぱメインストーリー背骨になっていくのかなと思ったら、それもなんかあっさり解決するし、うん、なんか そういうのがねなんか、うん、普通に作劇としてうまくねえなってちょっと思っちゃいました見てて。であと先ほど言ったそのイサム君ですよね、その準主役的に、要はさゆりさんという女性、まあ、霊能力を持ったさゆりさんとバディ化していくその男性なんですけど、このキャラクターぶっちゃけいなくても話はできてしまうっていう、バランスになっております。どういうことかと言いますと、まあ、彼はまず普通の人間なんですけども、さゆりさんに、さゆりさんの、ね、霊能力で、まあ、悩みを解決してもらう、救ってもらう、まあ、恩人になるわけですよ、そのさゆりさんが。ということで俺もそういう霊能力、スピリチュアルなその力を僕も学びたいって言って、そのさゆりさんの、まあ、バディとしてね、勉強していくわけですよ。まず何の霊能力も持ってないんだけども、修行すればそういう力を得ることができるかもしれないということで勉強していくんですね。なんですけど、バディとして別にこいついてもいなくても何もしないです。結局こいつ何もしないんですよ、あのイサム君は。先ほど言ったように、このさゆりさんはピンチにならないんですよね。ピンチにならないまま最終的に悪魔対決していくんです。ここからちょっとネタバレ挟むんですけども、まあ、悪魔と対峙するわけですよ。でそこにイサム君もいるわけです。イサム君とさゆりさんが2人で悪魔と対峙するんですね。で、まあ、こう女の子がエクソシスト風にうーってなってて、でさゆりさんがね、どんなことするのか、こうやっぱエクソシスト風にやっぱこう呪文をね唱えて、わあ、じゃあこれで映画エクソシスト風にこう悪魔払いするのかなと思ったらですね、こうジョンジョンバーンつって手からビームを打つんですよ。手からビームを打って悪魔をボーンってやる、まあ、まずそのエクソシズムが手からビームってなんだって、まあ、そこ置いときましょう、置いときましょう。で悪魔がね姿を現すわけですよ。ボーンって出てきた。でさゆりさんは、まあ、なんかこう剣みたいなのを出すわけですよ。聖剣みたいなもの、ちっちゃい剣を出すんですね。ボーンって出してその悪魔と対決しようとする。そこで、まあ、イサム君にあなたも手伝ってっつってこう担当のその剣をですねイサム君に渡すんですね。でイサム君はそれを受け取っておーって言ってベッて構えるんですよ。でさゆりさんはこうドクターストレンジよろしくこう魔法陣みたいなブワーンって出して、でビームを打つんですね、その悪魔に対して。で悪魔がそのビームを食らってボーンつって、まあ、やられるんですよ。この間別にイサム君は剣を持ってただけで別に何もしてなくって、何もしてないんですよ。でその後何かあるわけで、何もしてないんですよ。イサム君はその剣を持ってただけでいるっていう。だから例えば一回悪魔とさゆりさんが対決をして負けて、そのもう無敵のねエクソシストだと思われていたさゆりさんが負けちゃって、でまだその魔法とか魔法っていうかそのエクソシズムのねその勉強中のイサム君が人間性だったりなんとかっていうところも合わせて、その二人だからこそ一度は勝てなかった悪魔に勝てたとかっていう、そしたら作劇的には面白くなりますよ。その思想的にどうか知らないですけど、のになとか、なんかそういうもちろんうまい生かし方って全然あるのに、イサム君は結局物語的に何も寄与してないというか、なんでだ、普通に僕は疑問ですね。そこが なんでそんなことしたんだろうなっていう。あとやっぱり喫茶店も舞台となる喫茶店エクストラのセットの周り、セット周りですよね、がコントみたいなセットだったりとか、あといじめによって自殺した子で、それのなんか霊が残ってたりとかするんですけど、そのいじめ描写も古いんですよ。だからその要はいじめられて自殺しちゃう女の子で、その自殺しても結局何の解決にもならないんですよって教えて成仏させるっていう展開なんですけど、要はそれがやりたいだけだから、自殺っていうのは良くないんですよってことを言いたいための逆算から作ってるものなんで、別にいじめとかは
多分興味ないんですよね、その脚本段階とかでは。なのでもっと普通だったら現代の子はどんないじめを受けているのかとかっていうところをリサーチして書く方が物語的説得力って出てくると思うんですけど、ちょっとなんかね10年ぐらい前のいじめみたいなのが出てきたりとかするし、あの途中で女性があの急に子供がいなくなった探してほしいって言ってさゆりさんにお願いして LA 能力で見つけてもらうんですけども、見つかったその子供の居場所っていうのが離婚した旦那さんと一緒にいたんですよ、子供が。でその旦那さんにあんた勝手にこの子と会わないって約束したよねみたいな感じで怒るんですけど、離婚した旦那と子供一緒にいるとかぐらい別にその霊能力が使わなくても分かるっしょみたいな。いやまず最初にその別れた旦那とかにも一応連絡するでしょみたいな、普通になんか霊能力無駄遣いしてんじゃねえよみたいなことを思って、でまたなんかそこでね子供は本当は両親と一緒にいたいのにみたいなこと言って、ブブブブ、じゃあなんかそこの両親がじゃあなんか仲良くなるのかと思ったらそういうこともないし、特に描くつもりもなくて、なんかそういうちょっとなんかいい話風良きこと下なことを表層的に描いてるだけみたいな感じになってて、なんていうか物語のキーになるメンヘラ女のさメンヘラ描写とかもなんかちょっとやっぱ納得しづらいし、劇中何度もこう挿入歌として音楽が流れるんです。これはあの大川隆法氏が作詞している音楽があの歌が流れるんですけども、その曲挿入歌が脚本のとがきとかセリフをそのまま歌詞にしてるみたいな感じでね、なんか違うなんだろうなそれって、ちょっとすごい不思議な思ったりとか、自分が死んだってことに気づいてないお父さんがあの家族と普通に暮らしてるんだけど家族には自分が見えてないみたいな、ちょっと悲しい展開があるんですね。その時にまあ挿入歌が流れるんですけど、ガラスに家族は映ってるけど自分だけ映ってないみたいな、あっって気づく。これぶっちゃけ映像だけで全然伝わるんですけど、歌詞で 鏡には自分も映ってないみたいな歌詞が流れるんです。ちょうどそこにこうね合わせて流れるんですけど、いるかなみたいなことも思ったりとかね、なんかそこが映画としてすごいちょっとダサいなって思っちゃったというか、はい。ただですね、あのまあ喫茶店があの舞台なので基本的にはそこでコーヒーを入れるシーンっていっぱい出てくるのを見ながらめちゃくちゃコーヒー飲みたくなりましたね。なんかそこは良かったなと思います。はい、ということで、まあ、全体としてですね、まあ、あの全然そのエクソシストものとかちょっと、まあ、特撮ヒーローもの的な上がる部分もちろんたくさんありますし、まあ、先ほど言ったようにビームがバーンって出たりとか映像的にちょっと派手だったりとかするところもあるし、全然その見る価値なしとかそういう一切そうは思わないので面白いところもあるんですけども、もろもろいろんなクオリティが低いなというか、なんでこのままいいなんかこう脚本が、ね、この状態のまま作る方向に行っちゃったんだろうみたいなことはすごく思いました。これはあの前見たその宇宙の方ももちろん思ったことなんですけども、だからそういう意味で、別にその思想がどうとかっていうところよりは単純に僕は普通に一本の映画としてのクオリティとして見た時にそう思いました。やっぱりそのものすごくやっぱ力のある映画ではあるので、シネコンの1番スクリーンとか2番スクリーンもものすごくそのでかいスクリーンを抑えてあるだけのパワーをすごく持っている作品で、お客さんがまだそのもちろん営業再開してすぐっていうこともあるんですが、もう 2,3 人しかお客さんがいない中ってなんかって思いますね、その普通にあの映画好きとしては。はい、まあ世の中まだまだ広いなっていうのはすごく思いました。いろんな映画があるなっていうか、はい。ということでまあ映画館営業再開いたしましたので、またね日常を戻そうという力もありつつ、まあ、第2波も怖いですけども、まあ今こうやって映画館で映画を見られるってことがすごく幸せだなというふうに思いますので、ぜひ皆さんもですね、今たくさんいろんな映画あの昔の映画を公開してたりとかも結構あるので、ぜひよろしければ映画館で映画を見ていただけたらなというふうに思います。ということで、今日はこんな感じになりましたので、よければ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。僕の SNS なんかもフォローとかよろしくお願いします。ではまた次回。